川野田チャンネル。あどうもどうも、東京ダメ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 話し、いや、ということであれだっす。チャッ、ハッ、ハッ、ハッ。あ、そういうのありましたね。ハッ、ハッみたいなね、懐かしいですね。ありがとうございます。というわけで5月の31日でございます。もう終わりですか？5月終わっちゃうね。もう5月病だからみたいなね、言い訳が聞かなくなるから、ね、でもなんかあれでしたね、なんか寒い日もありました。雨とかね、ゴールデンウィークとかね、その関連のなんか近くは寒かったりとかでね、やっぱ言わんこっちゃね、ゴールデンウィークずっと晴れてないからね、やっぱりちょっと途中雨降ったりとかしながら、あって、暑い日が続いたりとか、この何あったかい日と寒い日とちょっと今日ちょっと寒いこたつけないとみたいなね、いう日がありながらとかね、そんなやりながらなんかでもあれですね、あの花粉症もだいぶもう、あ、俺とかはちょっとあったりするんですけど、もうだいぶなくなり、もうね、なんつうだろうな、街も、若い子はだいぶもうマスクつけてない、もうそれでガンガン行きなさいよと、もうみんな行ってくれと。俺も本当はマスクつけたくない派なんで、電車の中はつけるけど、もう街歩いてる時はもうそんなね、あの、いや、いっぱい混むとか、あのコンビニみたいなところで人がいっぱいね、ちっちゃいエリアで人がいっぱいいるときはマスクつけますけど、まあ街をふらふら歩く分にはもういいかということでね、つけずにね、歩いたりふらふらしてみたりね、そんな感じでね、だいぶね気持ちが良くなってきたね、やっぱマスクつけて汗かいちゃうからね、でね、こんないい感じでね、まあもちろんね、あのつけなきゃいけないという方は、もちろんつけといて、いいんですよ全然ね、ということでね、今日もね夜9時ですから、もうよく考えたらよく9時なんだよね。お風呂入った？お風呂入ってる？ね、今お風呂入ってるっていう人は聞いてないかね。テレビ見てる？テレビ、テレビ見ちゃってっから、あとお勉強してるから、お勉強、テスト勉強とかね、テスト勉強っていうか、なんかこのねお勉強をねしてる人もいるかな、ね、あとご飯食べてるとかね、あとはもう本当にあの賢者タイムというと思いますね。ぼーっとしちゃって、一人でねぼーっとしちゃって、ティッシュ片手持っちゃったりして、おらこの野郎バカっつってね、ということでスタートです、どうぞ。はい、ということでありがとうございます。まあちょっとしょうもない話をしちゃいましたけど、でもね俺のね友達でねいたんですよ、昔あのね、ビデオを見た後に、ね、まあまあ 親とか家族誰もいない間にビデオ見ちゃおうっつってね、見てね、で、あーって見終わってね、まあまあ いろいろこと、いろんなことがありまして、ティッシュを片手に持ったらもう疲れちゃったんだね、そのままそのままふっとふっと出てしまったんだね。でふと気がついたら、なんで気がついて起きたかっていうと、台所でトン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 って音がしたんですよ。なんか大根切ってるみたいな、あれって思った時に、あのね、毛布がかけてあったんですね。でビデオのあのテレビがザーって立ってて、これ見た、どこまで見たみたいな、でビデオテープがビーンって出てあの昔のビデオテープは全部再生が終わるとビーンって出てきちゃうんですよ、ガチャンって。でティッシュ持ったら寝てんですよ。おいみたいな、恥ずかしいなっつって、で何どこまで知ってんのみたいなね、まあまあ知ってるでしょうね、大人だからね、言うに言えねえっていうね、もうね何も言えねえね、メダル取ったみたい、もう何も言えねえっていうね、こともありますよ。あとは何もうベッドのね隙間に隠しといた本がなんか知らないけど掃除したのかな、隠してあって隙間に置いといたやつがなんか自分のね学習机の上にトンって置いてあったりとかね。おいっつって誰もね言えねえ、もう何も言えねえ、本当にね大変ですよ、もうどうしよう、もう何
母さんとはもう顔向けができねえみたいなね、旅に出ようかなってね思っちゃうっていうね、もう本当にね大変ですよ、アップル通信とか見られてるからね、大変です。エロトピアとかね、うわ恥ずかしいっつって、タイトルが恥ずかしいっつってね、まあそんなことはどうでもいいんですね。はい、まあまあまあ全部冗談ですからね。はい、ということでよろしくお願いします。で、今日はね、あれですよ、世界禁煙デーだったんですよね。まあまあ朝から言ってたと思いますけども、ね、まあまあまあちょっとねラジオでもね言ってたかもしれないし、テレビとかいろんなとこでね、禁煙デーということね、もうねでも本当もうやめてくださいと、知ってる人間からしたらね、分かってる、そんなんなことは知ってると、ね、もう言わないでくれと、でほらやっぱね東京オリンピックでね、もう東京周辺ではねもう吸うところがない、まずあまあこの辺もそうなのかな、喫煙、まず駅に降りたら、駅に降りたらもうその喫煙できるスペースを探すという、まずこっから皆さん始めてんですよ。大変です。初めて降りた駅なんかね、どこなんだか分かんないですから、でうろうろしたんですから、本当ね、1本だいたい5分ぐらいかな、まあのんびりしたらもうちょっとかかるかな、でもだいたい5分ぐらいかな、をね吸うためにもう10分20分ずっと探すという、かといって喫茶店とかあればいいんだけどなかったりとかしてね、その喫茶店とかもあの吸えるとこと吸えないとこもありますから、うちは禁煙ですっていうとこもあるから、ね、入って失敗しちゃうとかね、いろいろありますから大変ですよ今度吸う方はね。まあ俺も昔は吸ってましたし、はっきり言ってたくさんね、もう今すごい高いですからね、600円、500円以上しますかね、そういうものですか、あ500円しないのかな、ちょっと分かんないけど、ちょっとごめんなさい、俺もね、もうやめてんすよ、もうだいぶ前にやめてるんで分かんないんですけど、ね、そういう方はもう本当納税者ですから、高額大変ですよ、もうたくさん税金を納めてる方ですから、ね、納めたくなくても、あでもみんなそうか、税金は納めたくなくても納めなきゃいけないものですから、そこをねあえてタバコを捨てて納税してるという、もう大変ですよ、もう俺なんかもう本当あれですからね、いくらだったっけな、200、230円、40円ぐらいかな、250円以下ぐらいの時、でタバコが300いくらとかになった時に、もう大変ですよ、350円超えたあたりかな、もうはいこれはもう400円なるね、400円超えたらもう500円のところにカウントダウン、もうな徐々にもうこうしていくよねみたいな、なんかね2、30円の単位で上がっていったんですよね、数年ごとに。でそれがいきなりトーンと上がったんですよね。でもうこれ無理だと、もう高くなると、なんかお金がもったいないなと思って、ね、俺もやめた、それでやめようと思って、まず俺はお金がもったいないでやめたんですよもう無理と思ってね、そんな高い、だそれでなくてもね、喉にちょっとねあんまり良くないなっていうのもね自分で分かってたんで、それもあってね、まあ俺はやめたんですけど、でもねただね俺が大きかったのはね、うちの子がね今中学3年生の子なんですけど、その子がね赤ちゃんだった時に、だからもう15年、14、15年はもうやめてるってことですけど、ねうちの子は赤ちゃんだった時に、いや俺普段ねそんなことしないんですけど、なんかたまたま置いてたんでしょうね、手に届くとこで、今いつも置かないようにしてたんですよ、ライターとかもほら危ないでしょ、だからタバコもそうですし、なんかね食べちゃったら大変だとかって言うから、なのにたまたまねどっかに落っことしたやつかなんかをね、うちの子ハイハイしながらね手に持ってたんですよ、でグニャって手で握りつぶしてて、うわー大変だっつって、やばいっつって、赤ちゃんなのにっつって、でまああれだけ気をつけたのにこんなことになると、いうことで、まあその後ね一応病院にも連れてったんですよ、食べちゃってたらどうしようっつって、で一応なんかね俺が寝てる間になんかタバコ握りつぶしたんですよねっつって言ってて、でお医者さんに聞いたらね、タバコの葉っぱって細かいじゃないですか、それをもし口に入れたら多分苦くてデーって出すし、口の周りになんかついてたりすると、だ多分それがないから大丈夫でしょうと、確かにまあまあ見た時は手にギュッてやってただけで、大丈夫だったんで、まあまあ、ね、一応ねなんかそのなんかね大変なことになっちゃうみたいな話は聞いてたんでね、連れてきましたけどね、もういやでもこんなにねあんまり心配というかいいことがなかったんですよ、だからとにかくまあまあ俺にも体に悪いしね、なんかその赤ちゃんとか子供がなんかやったら大変だし、なんかそう
ベランダで捨てると、あの上に住んでる、ね、まあまあまあ、まあ、アパートっていうかマンションだったんで、 上に住んでる人がねバタバタって、ね、ドアガタッと閉めたりとかね、音がもうなんか煙くんなみたいな感じの雰囲気だったんですよね。まあそんなんもあって、もうなんかめんどくさいからもうやめるかっつってね。あでも辛かったっすよ。いや辛い、そんな簡単に言うけどやめれなかったっす、もう死ぬほど辛かったっす、ね、もう本当だから皆さん禁煙して辛いのみんなそうだし、うちの家族も辛いっつってた、俺そんなことつもりなかったんだけど、なんかねずっとイライラしてるっつってね、なんかね言ってましたよ、なんか、確かに言われればその頃は喧嘩もしたりとかしたかなと、普段あんまりしないんですけど、年に1回あるかないかかなっていう、ぐらいなんですけど、なんかイライラしてたらしいです、ちょっとあんまり覚えてないですけどね、まあまあそんな感じでね、でなんで今続けられてるかっていうと、もう二度と禁煙がしたくないからですもう二度としたくない、あんなの辛すぎる本当に。あのね、禁断症状みたいなボーっとしちゃうんですよ、つって熱がある時みたいにタバコを吸わないっていうだけでそんなんがあったりとか、あのよく言いますけど、タバコを吸った夢を見るんです。3回くらい見たかな俺も、うおー吸っちまったみたいなねえ、そんなの見たりね、本当ね大変ですよそんなんだったらねえ、もうね依存症ですかね。でなんとかねとりあえずなってという感じでね、でも未だにねタバコの煙がこう吸ってる人が近くに来て、でなんかね嫌だってイライラするって人もいたりするでしょ。でも俺は別にそうでもないんですけどね、ああ煙だああってね、まだあ俺まだ吸えるんだなって思うんですけど、でまあまあまあできるだけねそれはということで、あの辛い思いだけ二度しようねっていうね、な感じでございますよ。大変でございます、あとは最近で言いますとですね、ウームさん、わかります、あのヒカキンさんがいる事務所、 YouTuber さんの事務所ですね、そこ落ちましたねあの募集とかで YouTuber で俺も入れてもらおうかなと思ったら落ちました、もう募集かけてたんで、多分動画とかチェックして、はいはい無理っつってね、はいはいうちと違うって、まあ確かに違いますよ、全然違う、キャラ違うしね、おじさんだしね、無理だよ、ね、入ったら面白いかなと思ったけど落ちました、残念、はいということでね、まあ他の事務所からも来たんですけど、なんか怪しいなと思ってね、ということでですね、あの曲を聴いてください、ふっかいい曲ですね、チューリップの、魔法の黄色い靴でございます、ね、昭和に戻った気分がします。ではね、いい曲なんで聴いてください、どうぞ。というわけでありがとうございます、チューリップの、魔法の黄色い靴でございます。懐かしいね、僕のちっちゃなちっちゃな家満点っていうね、そうだよちょっと待って、キーが違ったな今、あすごい、あすごい音痴だなってバレたな今な、やべえ、ねえ、ふわーみたいなね、いいですね、このあザ・ビートルベートルズって感じがねちょっとしますよね。ビートルズやっぱこのからね影響もあったりも、まあまあ偉そうな、ね、ことは言えないんですけどもね、なんかねいい感じですね、なんかね、だこれねなぜかっていうと、なんでかってことでしたんですけど、これは先週の江口洋介さんですよ、でシッシッシッとかね、言ってたじゃないですか、だ本当は本当はこの曲じゃなかったんですよあれでかかってた曲、なんつったっけな、調べてこなかったな、チューリップさんの曲がねかかるんですよ、ね、銀の指輪じゃなくてね、なんだっけな、あるんですよね、有名な曲、ただあれね暗い、めっちゃ暗い、あるんですよ、ね、あの曲名前タイトルつけはど忘れしたけどね、そうなんですよ、あの曲もねいい曲なんですけど、基本チューリップ暗くないですか、しょうがないですよね、ま、財津さんの声がねすごいちょっともう普通に聞いてねちょっと悲しい、こうちょっとね、悲しい感じの曲がねやっぱどうしても多く、声もそうなのかな、トーンとかねああいうのがね、ただまあ明るい曲ももちろんあるんですけど、でもやっぱりねそうなんか失恋系の歌が多くって、ほら「心の旅」とかね、ああいう曲もあるし、本当、一つ屋根の下にかかった曲だけが思い出せない、ね、僕のってね、あんまり歌っちゃいけないのかな、長い
日がってやつですよ。青春の影だ。出た出た、やりました、正解です、青春の影ですね、はい。これもかけたかったんですけど、これちょっとね、最近ちょっとね、まだ5月なんで、明るい曲をかけていきたいと、ゴールデンウィークをずっと引きずっていますからまあ年中ゴールデンウィークみたいな俺が、やってますから、行きますよ、もうずっと暇してますから、それなんでね、明るい曲ということでね、それで魔法の黄色靴、この曲もいい曲なんでね、かけて、行きましたね、ありがとうございます。そしてね、こういう曲を聴いてると本当ね、そうだよっていうね、曲ですよ、ふわふわふわドゥーワーみたいな、ね、こういうのね、で深い、話ですから、深谷のいいところっていうのをね、これもね、またつながってきますね、伏線回収ですね、伏線に伏線を回収していきますね、本当かって話ですけどたまたまつながりでいきましたけど、駅前でこの間ね、ちょっと早めに着いちゃってすることなくてね、どっか行こうかなと思ってうろうろしてたんですよ。で、これ先々週かなんかも話したんですけど、俺お金持ってなくて店入ろうと思って入れなくて、ATM 行こうと思ったらあんまりなくて、で結局ね、店の外から見てたっていうね俺中学生見てるなと思ったんですけど、まあまあ、駅のすぐそばにある、ワクワクカラオケウエストランドさんでございます。ウエストランドって言ったらね、もう本当今、漫才でね優勝しました、 M1 でね優勝したウエストランドさんをねちょっと思い出してね、ウエストランド、ひらがななんだしかもと思ってね、しかもねちょっと調べたら量、安くないと思って入りようかなと思って、なんか1時間ぐらいちょっとカラオケ行こうかなと思ったんですけど、金持ってね、俺300円しか持って入れ、さすがに入れねえだろうなと思ってね、でちょっと俺聞いたことないなと思って、ウエストランドさんっていうカラオケ俺のうちの近所にはないなと思って、で調べてみたらあれなんですよね、カラオケオールってあるんですよ、逆に深谷にないかなオールっていうカラオケさんがあるんですよ。俺昔カラオケオールの面接行ったことあるなと思ってね夜中とかバイトしたいんですけどって言ったら、ああちょっと今空いてないですねって断られるっていうね、まあまあそんなんでね、ありましたけども、そんな感じでね、ウエストランドさん、は、会社的には一緒なのかな、カラオケオールさんと同じグループみたいですね。で、オールもね安いんですよ、オールって言ったんだ、呼び捨てにしちゃった、オールさんもね安いんですよ、料金が非常に。で、ああそっか、だから同じグループだから安くてちょっと入りやすい感じなんだなと思ってね、まあ料金とかもねいろいろちょっと言いたいんですけど、これ料金ってね、これね、カラオケってねその時によって違う、平日料金とか、なんか土日の料金とか、あとはねよくあるんですけど、繁忙期、正月付近とかお盆付近とか、そういう時期はまた料金が違ったりするんです。あ、ちょっと待ってください、これはちょっと分かりません、ウエストランドさんがそうかも分かりません、オールさんも違うかもしれないし、俺別のところでバイトしてました、その時には、料金は全部変わってました、なんで、あんまり言えないですけども、確かそうのはずです、料金はその時によって違います、よくね店長さんとか電話してですね、違う同じ駅の周辺にあるカラオケボックスとかに電話して、すいませんちょっと今から行きたいんですけど、料金とかいくらですかって聞いて、いくらですって言って、あ、分かりました、じゃあ行きたいと思います、ガチャンって聞いて、あそこいくらだってよみたいな調べてね、じゃあうちはいくらにしろみたいな、そういうのあったりするんですよ、大変です、で逆もありますからね、どこあ、これどこどこの店長だなみたいな、オールの店長だなこれみたいな、だ最近変わったらしいぞみたいな、なんかねやっぱね、同じ駅にあるカラオケ屋さんでもやっぱり行ったり来たりがあるっていうね、だその店長さんが向こうのカラオケ屋さんに一回行ってみたりとか、もっと上の人と連れて会社で、行ってみたりとかするみたいです、はい、あ、まあまあまあ全部が全部じゃないですけどね、都心方面は結構ね同じ駅の周辺にねいろいろあったりするんで、そういうのがあってね、またそれはそれで楽しいですよね、
ティッシュ配ったりとかして、ね、駅前でね、お願いしますカラオケでーすみたいなね、よろしくお願いしますカラオケでーすみたいなね、あれ俺もよくやってました、ね、ティッシュ持って、ね、ぼーっとしちゃうみたいなで、ああで、ね、あの、あ、社員さんが通るかもしれないみたいなね、立ったままぼーっとして、立ったまま寝れたもんね、で、あの、違うバイトの人が時間で入ってくるときに、おはようございますって、うわめっちゃ寝てたわ今つって、ね、立ったまま寝る人は眠いと立ったまま寝れるっていうね、ティッシュ持ったまま、ね、ちょっとね、あの裏路地に入ってね休憩しちゃうとかね、今はよ、まあ大人なとかはしてないですけど、そういうのをねしたくなっちゃいますよね、さすがに、しょっちゅう行くやつ怪しいっつってね、タバコ吸いに行っただろみたいなね、そんな言いながらみたいなね、あったりしますよね、大変でございます、ね、あのカラオケ屋さんのなんかユニフォームみたいな着てね行くんですけど、下降りたら脱いちゃうみたいなね出たよこれやっとんなみたいな感じもしますけれどもね、まあそんなこともない、でもねカラオケ楽しいですからね、ちょっとやっぱ歌いたくなっちゃうね、チューリップさんとかね、この聞いちゃったらさ、先週のさ、江口さんとかさ、俺やっぱりねどうしてもその当時聞いてたやつとか懐かしいなってやつをどうしてもかけてしまうんでね、ちょっとカラオケ来てえなみたいになっちゃうんですよね気分的にね、だからね今までかけた曲とかもね、ホームページに載せてんですけど、1回目からねどの曲か、やったかっていうね、それをやっとかないとまた2回目かけちゃったりするからね、そんなのをね見ながら、あ、そうだよねこの曲いい曲だよねって聞きながら、なんかね夜中ねちょっとラジオのことを考えたりとかね、いろいろまだやっておりますんでね、懐かしいですねということです。はい、ということで皆さん、よかったらメッセージも待ってます。はい、エンディングだよ、ティナハラヨングです、ありがとうございます、イエーイということでね、はい、でーす、アリーの一緒じゃん、ということでね、ありがとうございます、ゴーヒラビです、ありがとうございます、ということで5月終わってしまいました、5月の31日ですからね、言いましたよね俺ね、オープニングでね自分で言ったか言ってないか分かんなくなっちゃうからね、番組のタイトルもね、久々今週先週も言いましたね俺ね、言うようにしようっていうか歌おうと思ってね、もう本当にね、歌うっていうかちゃんと言っていこうっていうことでね、やっておりました、ね、これからも言っていきたい、それは言っていきたいと思いますね、ありがとうございます。はい、ということで、5月も終わりでございます、皆さんのメッセージもほぼ紹介せぬまま、ざっと1ヶ月経ってしまいました。6月、もう来週から6月でございますよ、早いですね、ということで6月はですね、雨の日、どうするという、タイトルで、番組テーマ雨の日どうするということで、よろしくお願いいたします。5月と6月のテーマ雨の日どうするっていうね、これお願いします。すいませんね、巻き舌が今やりたかったというだけで2回繰り返してしまいました、ありがとうございます。ちょっと綺麗に言いたいなっていうね、これで、ね、本当申し訳ないですね、ということで、ね、雨の日にこうね、まあ雨の日じゃないかもしれないですけども、比較的ねちょっと季節も最近変わっちゃってね、いろいろね、まあ楽しい感じになると思いますね、6月もね、6月はね俺もね誕生月なんでね、なんかこうお話をねしたいななんつって思ってるんですけど、まあ全く何も考えてないんでて、それもどうなるか分かりませんね。6月もね行事もうどれぐらいあるのかな、なかなかむずいですよね、雨降るかもしんねえしみたいなね、何でしたっけ、ジューンブライドとかもね、よく言いますけども、あれは結婚式場6月雨降るかもっつってね、人気がねえからジューンブライドっつってね、なかなかねそういう感じでなんかね、いい季節だよこれ予約した方がいいよみたいな風に持ち込んでるっていう話もありますもんね、なんかね、ね、勝手にそんな感じにしてるみたいなね、まあそれもどうだ本当かどうか知らないですけども、ということで痰が最後になってこんな痰が絡むという、ね、ことになってきましたけども、さあということで皆さんお別れでございます。はい、お話ししていた私は川野田でした。また来週、さようなら。
ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウノチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。東京ドーム、あれ？歌詞がもうないよ。とりあえず踊っとけ。わー、別の動画も見てね。